ヤッホー総理です。乾杯。イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、今回結構道のりが遠そうなんですけども、ちょっと前回ショートカットしてあんまり景色楽しめなかったので、今回はねちゃんとこのドルボードでね、はい、冒険しもっていきたいと思います。はい、どんな感じの景色が見られるかな、それもね楽しみの一つですもんね。おい、参りましょう。右下のところにマークがついておりますので、そちら向かっていきます。はい、赤土ってテンション上がりません？なんかね元気になれますよね。うん、この松明かっこいいね、でっかいね。はい、看板読んでみましょう。今回はゲルト海峡ってとこに行けばいいんだと思います。サボテンがいっぱい登場しました。はい、こっちなのかな、南の方角ですね。うん、かっちょええな、なんかこのフィールド、なんか前の方にゴツゴツしたなんか岩の城みたいなね、えなんか山のてっぺんにあるように見えるんですが、なんでしょうねあれね。サボテンがいいですね。うん、いい味出してますね。これ読みます。はい、ゲルト海峡こちらとのことなんで、これは川なのかな。お、川ってわけじゃないな、なんか深い溝みたいなね、そこが見えないぐらい深い溝、暗い溝がございますね。怖いな、落ちたらどうなんだろうな。鉄道が走ってる線路があって、で看板が結構ね丁寧に置いてくれてるんですが、ゲルト海峡こっちへ。はい、ちょっと狭くなってきたね道がね。はい、なんか分からんけど洞窟を抜けたら海峡、全然なんか海峡って感じしないんですが、はい、ゲルト海峡にやってきました。あー、海の下をくぐっていくみたいな、そんな感じなのかな、どうやらね。はい、行ってみましょうか。何これ、日の消えたかがり火があるやって。でも松明とか持ってないし灯すことはできませんもんね。あ、こういう感じにかがり火になるんでしょうね、さっきのとこ火を灯せば。灯す手段がないのでどうしようもないんですけどね。あ、外が見えました。洞窟っていうかって感じか。はい、このままフィールドにつながっていきそうな感じしますね。これどこ渡ってんやろ。あ、この下が海なんか。あ、そっかそっか地下を通ってきたと思いきや、そういうわけではなさそうやな。すごい高い場所を通ってきたみたいですね下が海やもんね。はい、海峡ですね。これは海峡ですねまさしく海峡っぽくないって言ってたけど、すごい完全に海峡っぽい雰囲気の場所でございました。あ、ここになんかちょっと一通り施設が整っているのかな。いい、レシェイレシェイ。え、海峡バンジー、何それ、バンジージャンプ。え、30分間戦闘開始時にたまにテンションアップの効果がつく。え、いいやん。はい、やっていきますほら目をつぶって、はい、バンジーできんのかな、ドキドキ。あ、すごい、ちゃんとバンジージャンプできそう。ほらお客さん、正面に奇妙な形をした島が見えるだろう。あの島はガルミゴの縦島って呼ばれている。はい、はるか昔ガートランドとグレンの王が同盟を誓い合った場所なんだそうだ。ロマンがありますね、なんかね。詳しいことは分かってないがね。うん、さあそれより始めるよ、カウントダウン。はい、あ、やばい、バンジーすんの。3、2、1。命綱とかついてなくない？バンジー、おお、紐ついてる。 あ、ちゃんと紐ついてるわ、よかった。結構リアルやな。はい、あ、引き上げてくれてる海が綺麗はいよ、お疲れ様。眠ってた勇気は目を覚ましたかいまた気が向いたらいつでも海峡バンジーに挑戦しに来てくれよはい、なんかバンジー効果でたまにテンションアップ、これはラッキーやなよ、わからんけどこっから飛び降りたんでしょう。ひゃ、そら怖いな。いやー、すごいね、絶景ですね。はい、明智麒麟な小島が対岸に見えるだろう。
あ、さっき見えたあのガンミール号の縦島みたいなやつ、崖の下から渡し船で行けんやって。はあ、いつか行けんのかな。ねえ、整備中って書いてる。へえ、ここ宿屋なんやって。橋の上の宿屋。はあ、いいね。ここちょっと泊まってこっかな。はい、宿屋で泊まっていきました。ミルさんもセクシーやなさてと、じゃあ参りましょうか。バラバさんもなんか眺めてんな。ん？サロンフェリシア。あ、なんかそんな話をさ、聞いたことあるな。美容院に行ってみな。はい。美容院か。まだ行ったことないな。不良っぽいな、スケバンっぽいな。バラバさんかっこええな。わあ、ここからも絶景ですね。いいね。はあ、ちょっと景色楽しみながら行きましょう、今日は。はい、ドールボードにもう一回乗って。で、おいしょ、参りましょう。よいしょ、こっちに抜けていけばいいのかな。はい、ゲルト海峡。あ、まだ渡り切ったわけではなかったのね。またさらに洞窟みたいなところを抜けていかないといけないみたいです。スイスイ抜けて参りましょうか。なんか出てきた何こいつ、ポイズンドリル、ポイズントリルかわいいな。テンションが上がっているよ。わあ、毒の息やだ。毒になってもた。あ、倒しました。この子は弱かったね。あ、毒になったね、毒に。毒消し層いっぱいあるので使いましょうか。よいしょ。いいよー。オッケー。ガチャコッコどうした、寝てんのかなこれこんな風になってんのガチャコッコ。へえ。はい、看板があります。よいしょ。ランドン山脈、こっちですね。抜けていきましょう。はい。え、嘘やん、めっちゃ寒そうやん。はあ、でもこっからですね。あ、雲上湖、結構近そうです。はい、行きましょう行きましょう。こんな寒そうなとこに出てくるとは思いませんでしたよ。わ、なにこれ、もこもこ獣。雪玉みたい。え、かわいい踊ってる。ほんでテンション結構上がってくな。すごいな、71もダメージ与えられましたよ。バンジーしといてよかったな。えい、はい、倒しましたうん、強いよ。テンションが上がってる沙織ちゃん、なかなか強いよ。さあ、こっちに抜けていくのかな。なんか細い道を通りますよと。もう見てるだけで寒くなってきたわ今真夏やからちょっとありがたい気持ちにはなるけどね。へー、すっごい雪降ってますやん。ほんでこっち抜けてって、わースノボしたくなってきた。あ、イエティがいる。イエティ戦ってく、強いかな。あ、同格やって、戦ってこう。わあベロベロベイエティーやーイエティと戦うの初めてですもんね、ドラクエ10。そうやったっけ、どうやったっけ、多分そうやんなイエティー、うわーかわいいな。はい、メラミがよく聞いておりました。でも攻撃がそんなに食らわないな。力貯めてるよ。怖い怖い怖い。よいしょ、はいよー、よいしょ、はい。ヨーラムが強い、メラミが強い。はい、エティやっつけた。ほんで、もうちょっとで雲上湖。はい、今回の目的雲上湖に着きそうですよ可愛らしいな、ここの敵あ、モーモンの白いバージョン、スノーモンもいる。はい、戦ってこっかな。かわいいな、ここの敵全部白くてかわいいな。あ、テンション上がった、イエーイ会心の一撃。うわ、吸血、怖い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 急に顔怖くなるからの、モーモン系なそれもまたかわいいけど、はい、あっという間にやっつけましたと。雪が止みましたね。おー、すごい、雪景色も見事ですね。杉の木に雪が積もってる感じ、いいね。はい、イエティのさ、後ろ姿可愛くない？なんかあ、こっち向いた可愛いわ。はい、可愛い敵と戦いながらあっという間に近づいてまいりました、雲上湖。はい、雲の上の湖、どんなとこなんやろ。美しい感じやろな、きっとな。美しいとこなんやろな。よっしゃ、じゃあ行ってみましょうか。どんな場所なんやろ、楽しみ。ワープ、ワープしていくんですよ。はい、どうだ、どこに出てきた。は、
湖これ凍ってんのか。はあ、なるほど。すごい高度が高い感じなんかな。早速、竜が出てくる？竜が出てくるのかな？うわ、出てきた！かっこええ、ドラゴン出てきた、これ。うわー、立派な竜のヒゲして。はあ、急に戦うんかな？急に戦うことになっちゃった。うん、まあ、強いで行ってみる。どうなんやろ。はい。水流ギルギッシュ。あ、水流なんやな。あ、やった、テンション上がった。わーいわーい、ラッキー。そっかそっか、水流か。なんか氷の竜とかじゃなくて水の竜なんですね。あ、守備力下がりました、ラッキー。ほんで、バイシオンかけていきましょう、自分にかけよう。そっか、ここは一応湖やから、まあ、凍ってるとはいえね、湖やから水の竜なのかな、そんな感じですよね、どうやら。おっとっと、ぶっ飛ばされた、テンション元に戻ってもうた、うっそん。 お嬢呪文やってる場合じゃなかったね、さっき殴っとけばよかったね。サーリャにバイシオンと。はい。あ、守備力も元に戻ったの？嘘やろ？早ない？ちょっと待ってくださいよ。そっか、気絶してたもんね、さっき。ルカにもう一回かけます。かっかれー。あ、かかりました。よしよし。簡単にかかってくれる。ほんで、扇の舞。よいしょ。いっけー。どどどどど、後ろから、せこく攻めていく。いいよ。ほんで、あ、女神がよく効いてるっぽかったね、今ね。チラッと見えました。バギマとかしてみる？覚えたてやから使いたくなって。どうだ？どれくらい食らう？ドン。あ、バギマ結構食らったよ、今。71。うん、多分やけど。他の人が71食らわしたんかわからんけど。うん、多分食らったと思うんですが。どうしよっかな。迷ってる間にどんどん殴ってた方が良さそうか。ルカニが切れてしまう前にね。はい、後ろから私はせこく攻撃させていただきたい。はい。うん、会心の一撃が出てほしいな。よいしょ。花吹雪とか食らうかな。マヌーサになったらかなり楽やねんけど。ミスかー。そうやなー。ボス戦にそんなにね、マヌーサかかりませんよね、そらねー。はーい。ヨーラムがメラミー。はーい。メラミーがよく効いている。はい。扇の舞。会心出てくれー。あー、出ないねー。殴ってこー。あ、マヌーサが逆にかけられそうになっている。マルサかかったらかなり厄介やけど、かからなかったかな。よしよし、大丈夫っぽいよ。はい、バーギマと、いけほい。 何歩くらったか分からへん。 いろんな人がね、攻撃するから。ゼロの洗礼で何やったっけ、今日分からへんけど。おいしょ。そろそろやっつけられるかなと思ったけど、まだ黄色文字ですね。よいしょ。お、いいよ、メラミ、いいよ、ヨーラム。はい、じゃあ、えいやー。ぼっちぼっちか。最後に扇の舞を決めるか。フリーズドロップ。あ、ちょっとなんかそれっぽい攻撃くんな、扇の舞。イエー。あれ、あ、食らいました。時間差なんですよね。あ、メラミ、これで決まりそうか。まだか。よいしょ。よいしょー、会心出ました。会心の一撃で決めるとすごい気持ちいいね。はい、やっつけました。すごい経験値やん。レベル上がりました。やったー。おー、かっちょいいドラゴンをやっつけましたと。これで、聖杯に何かの雫を入れるんですよね。あ、湖が元に戻ろうとしている。おー、何これ、何これ。元に戻ったというよりは、氷の湖からなんか生えてきて、で、お花が落ちてきたよ。なんかの実やな、これな。あ、これね。ぽちゃんと入ったよ。グロリスの雫。はい、手に入れました。なんか怪しいぞ、これ。飲んで大丈夫なやつなん、これ。はい、討伐報酬も出てきたみたいです。宝箱どこかな？あったあった、宝箱。はーい。これ取って帰りましょうね。よいしょ。はい、超元気玉。ありがとうございます。さて、ちょっと景色を楽しんでから行こっか。すごいね、これ。
すごいなんか雲より高い場所にありそうなぐらい下に雲がスーって流れてってんやけど、ってことはやっぱり雲より高い場所にあるってことやんな。ああ、だから雲上湖まんまですね。雲の上の湖、湖まあ凍ってますけれども、はい、すごいね。なんか埋まってるよね。埋まってるっていうか逆向きに生えてるね、木が。ほんでさっきはこの木が表向きに戻ってきて、なんか不思議な感じでしたね。まあこの湖は多分一年中凍ってるんでしょうね。すごいね。まあ寒そうな場所にあるもんな。寒そうやな。寒なってきたな。よし、戻りましょうか。おい。あ、じゃあもうこれはこのまんまですね。ルーラストーンで帰っちゃえばいいんじゃないでしょうか。城の前まで一気にワープしたいと思います。よいしょ。はい、これで冒険ガイドのところにも玉座の間に行こうって書いてるから、このまま城の中に入ればいいんやと思います。はい、持ってきたよ。あ、変わりませんね、セリフが変わりません。はい、爆動に会いに行こう。おい、再びやってまいりましたよ。はい、さてこれで王様も元に戻ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。はい、持ってきたよ、救えそうなやつ。エイドス様から話は聞いているぞ。グロリスの雫を持ってきてくれたのだな。そうです、聖杯に入れて持ってきました、ちゃんと。さあ玉座の前に入ってくれ、時短兵士長がお待ちかねだ。さてどうなるかな。あ、しんどそうやな、王様。大丈夫か？お待ちしておりました、沙織さん。グロリスの雫を手に入れたのですね。エイドス様から話は聞いています。それを王に飲ませれば王は治ると。さあ、そのグロリスの雫を私に。はい、渡しましたと。どうだろうか。これでバグドを元に戻せる。ちょっと待って、怖い怖い怖い。何あの、目が光ったの、何やった？めっちゃ怖いんやけど。大丈夫かな？沙織さん、ありがとうございました。王にこれを飲ませるのは私たちの役目です。どうかそこで見ていてください。わかりました。任せて大丈夫ですか？王様暴れたりするってことかな？なんかみんなビビってる感じか？大丈夫か？そろそろと王様に近づいているけど。何やろこの緊張感のある感じは。近づいていく、ゆっくりゆっくり近づいていく。めっちゃ遅いやん。貴様ら一体何のまでだ。その汚らわしい水をこれ以上我に近づけたら。感づかれている。命はないぞ。お許しください、バグドー。お、あー、強いバグドー。うわー、下から攻めてく。はい、足もう一個足掴めば、よいしょ。すごいすごい、飛びかかってって、あ、すごいすごい。うおー、貴様ら許さんぞ。ザンボは早くグロリスの雫を王に。やめろ、やめるんだ。グオー、光ってる、輝いています。グワー、あー、なんか闇が抜けてったみたいな感じしましたね、今。ジグリ大臣か。我は一体。本当に戻ったっぽい。おお、おおよ、元に戻られたのですね。信じられん。あのひどい頭痛が消えておる。永遠に続くかと思われたあの頭痛が、こんなすがすがしい気分になれる日がまた来ようとは。ない、ネックレスが。誰か我のネックレスを知らぬか。
元からなかったくないか。恐れながらご報告させていただきます。王はあのネックレスの呪いで死の淵をさまよわれたのです。ネックレスの呪い？何？バカな、あのネックレスはガートランド城からの友好の証として贈られた品に入っていたのだぞ。ガートランド城からの贈り物やった。やばい、これきな臭いよ。友好の証と見せかけて呪いの品を贈るなど、そのような姑息な真似をガートラントがするはずがない。ええ、私もそう思います。おそらくはガートラント以外の何者かが王のお命を狙ったのでしょう。あの忌まわしいネックレスは王の首から決して離れず、怪しい光をたたえ続けていました。神父や僧侶にもなすすべなく、ただ弱っていく王を見守ることしかできなかったある日。突然、とてつもなく大きな人間の女が現れました。それがあの賢者マリーンだったのです。噂は聞いた。王を助けたいなら黙って見ていろとマリーンは言い、彼女が呪文を唱えると、私たちが何をしても外せなかったネックレスがあっさりと外れたのです。これは魔晶石のネックレスだ、危うく王は死ぬところだったとマリーンは言いました。そして王に癒しの術をかけ、王の容体が安定したのを確認すると、マリーンはこのネックレスは危険だと言って、この国から魔晶石のネックレスを持ち去ってくれたのです。そうだったのか、あの名高い賢者マリーンが我よ。マリーン殿だけではありません。王を頭痛から解き放つため、グロリスの雫を手に入れてくれたのがそこにいるサオリさん。あ、どうもどうも。そしてこのサオリさんに王を治すための知恵を授けたのはあのエイドス様なのです。なんとエイドス様がいらしていたのか。む、全く記憶にないぞ。いくらひどい頭痛の中にあったとはいえ、ともかく我は正気を失っている間に多くの人々に迷惑をかけたようだ。沙織とやらにも礼をせねば。褒美といえばキーエンブレムだが、キーエンブレムとは英雄の証、頭痛を治した程度で与えてよいものか。いや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 、ただ頭痛を抑えただけじゃなくて王をね、正気に戻したんですからね。はい、やはりこの国を救うような大きなことをやり遂げたものでなくては。まだなんか頼まれるやつかなこれ。あ、こそこそ、ひそひそと。何？我がガートラント城に宣戦布告したと。それが本当なら、この者の働きがなければ我が国は。そういうことならば、相分かった。沙織を心から感謝する。そなたの活躍、グレン城のキーエンブレムを与えるに値する働きであった。さあ受け取るがいい。やったー、無事いただきました。かっちょいいな、黒いやつ。はい、黒のキーエンブレムを手に入れました。これで4つ目です。わーい、近づいてきたね。その黒のキーエンブレムはグレンの英雄であることを示すもの。他国でもそなたの力の証となるだろう。ジグリ大臣よ、すぐにお触れを出せ。ガートラントと戦はやらん。みな、日々の暮らしに戻れと。ま、立派な王様やった。やっぱりかしこまりました。嬉しそう、みんな。よかったね。戦が起きていれば多くの血がこのオーグリード大陸に流れるところであった。本当によかった。このグレンのために辛い思いをさせずに済んで。そして何よりオーガ同士に取り返しのつかない憎しみ合いをさせずに済んで。はい、経験値ゲットです。よいしょ。はい、グレンの救世主。
あ、またレベル上がりました。わーい。はい、やっぱり王様は素晴らしい方でございました。正気に戻ってよかったです。我の正気を失わせたのは魔性だな。遥か昔そう呼ばれる存在があったのを思い出した。魔性がざわめく時は大いなる闇が忍び寄っているという。種族を超えて結束せねばとても立ち向かえぬだろう。生かされたこの命、世界のために使おうぞ。素晴らしい方でございます。これからは大丈夫ですね。よかったね大臣。頭痛に苦しんでおられる王の様子があまりに痛ましくてな。私たちはどんな命令にも従うことで王の心を慰めようとしていたのだ。だがそれは間違いだった。王の本意でない命令のまま戦を始めれば悔やみきれぬ結果を招いただろう。そなたのおかげで助かった。感謝するぞ。感謝されるのは、うん、いい気持ちですね。はい。ネックレスを外した後も魔性があのように王を苦しめるとは賢者マリーンも思わなかったようですね。エイドス様とサオリさんがこの国に来てくださってよかった。本当にありがとうございました。お役に立ててよかったです。うー、さて国も守れましたし、はい、キーエンブレもゲットできましたし、よかったでございますね。こいつ気になるわ。まだ待ってんな。気になるな。誰が来んねやろな。アイドルが来んねやろけどさ。あー、みんな戦が中止になったことで喜んでますね。あれ言ってくれる。いいえ。あ、あ、え、ちょっとね、ジュレットに戻ろうと列車に乗ったところ、え、急にイベントが発生した。めっちゃびっくりした。うう、何これ。冥王ネルゲル、見つけたぞ。あ、これは勝手にオープニングムービーです。あ、夢やったんかな。めっちゃつっつかれてんねんやけど。おでんでめっちゃつっつかれてんやけど。ほんで全然起きひん、沙織ちゃん。ちょっと放浪さん、随分とうなされていたの。何か悪い夢でも見ていたようじゃが、よかったらこのジジイに聞かせてくれんか。いや、ちょっとね、勝手に文字送りされちゃう系ムービーやので、正直ちゃんと読んでおりませんでした。うん、でも冥王ネルゲルやったよね。はい、夢の内容を語りましたと。おでん食べたな、さっきまでつっつかれてたそのおでんで。なるほどの、夢の中でネルゲルがそんなことを。どうやら事態は思っていた以上にシリアスかつデンジャーなようじゃな。こりゃのんびりしておれん。ちょっとおでんの棒が気になって話が入ってこなかったよ。おでんの棒でなんか刺されてるんですけれど。あら、ついた。そう、ジュレットに向かってたんでした。一応一旦ね、裁縫ギルドに戻ろうと思ってね。おっと、しかしジュレット駅では名物の常夏ココナッツを買うんじゃった。常夏ココナッツ。かわいらしい名前やな。売れそうやな、それ。今はそちらが先決じゃ。グルメの方が大事やねんな、ホーローさんにとっては。お主は一刻も早くキーエンブレムを6個以上集めるのじゃぞ。わしはわしで準備を進めておくからな。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するときまた会おう。はい、ちょっとこれ電車乗るたびに出てきそうか。これからジュレット駅に到着。はい、3つ集めた時も出てきたし、4つ集めた時も出てきました。今、あー、びっくりした。ちゃんと録画撮っといてよかった。実はさっきね、締めの挨拶したばっかりなんですけど、はい、次回はオルフェアの街、大陸残すところあと1つですね。はい、じゃあ次回続きやっていきたいと思います。ネルゲルのさっきのシーンじっくり見返したいと思います。はい、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。